早速ですけれども、はい、まあ、こちらの、59年の、レスポールですね、ちょっとあのトップに、木目があの、まあ、パッと見プレーンに見えるんですけども、バーズアイというか、まあ、こうブリスターというかちょっと珍しい木目のレスポールなんですが、あの武田さん、実際に弾いてみていかがですか。いや、これはもうなんかずっと弾いてきた自分のギターみたいなね、今さっき弾いたんだけど、なんか今ここで弾いたような感じしないですね。すごい、本当もうずっと昔から弾いてきてる、うん、すごく手に馴染む。ネックも、もしなんかオーダーメイドで作ってもらうとしたら、このネックいいなって感じですね。音はもちろんこの今リアだけだったけど、このリアのね、話せば長くなるけど、このやっぱりこのレスポールが今弾いたような音に憧れてね、はい、我々はこのギターに憧れたんで、B のアルバムっていうのかな、その感じのブルースブレイカーズですね。ブルースブレイカーズの魅力というか、当時からこう憧れとかあったと思うんですけども、あのね、レスポールはこの特に、話せば本当長くなっちゃうんでね、どこまで話していいのかわからないんだけど最初にサティスファクションでオーバードライブっていうかファズの音が出てね、ストーンズの、それ以前はスペンサー・デイビスグループのキープオンランニングって、これもやっぱりギャーギャーギャーっていうのはファズの音で、でも実際はベンチャーズがノックミーアウトっていう LP でノーキーさんがモズライトのリアがすごい歪んでたのね。でこれはファズなのかどうなのかって、こう当時のねアマチュアの中で話があって、でもやっぱりあれはなんかすごいハイゲインの音だった。でそれからしばらくしてブルース・ブレイカーズのヤードバーズの音を聞いたときはオーバードライブ、多分ボックスだと思うんだけど、それを踏んでるのは分かったんだけど、そのブルース・ブレイカーズのエリック・クラプトンのギターを聞いたときにね、巷でこれはファズだっていう人とが9割5分ぐらいいて、残りのね 0.5% ぐらいの人がこれはそうじゃなくてこういう音が出るんだって、いやそんなことはないって言って、いやこれはレスポールっていうギターでこれを使えばこういう音が出るっていう、もうその伝説っていうのかな、なんかほとんど嘘に近いような情報がね、巷に出回ったんですよ。68年ぐらいの歌舞伎町を中心にねいや本当に本当に、それでこう、まあ、当時はグループサウンズはファズマスターっていうのを使ってね、ハニーとかエース等ので、でもレスポールで持てばああいうオーバードライブ、今でいうオーバードライブのファズの音がするっていうのがね、信じられなくて。その当時日本でレスポールを使ってたとか、そう人は いないです。いないし売ってなかった、レスポール自体ね。もう幻のギターというか、幻のギター。それから2年ぐらいして、レスポールはゴールドトップの、デラックスが出てきてね、でこれが唯一日本でお金出して買えるレスポールだったんですよ。でも、で写真見たらこういうの持ってる人がいて、でマイク・ブルーフィールドが出てきて、エリック・クラプトンとね、この2人がやっぱりレスポールで、ピーター・グリーン、このね、それからジェス・ロタールのマーティン・バレーとか、本当にそのこのスタンダードのいい音が、イギリスのハイゲインアンプとね一緒に出たんですね。だからもう本当夢のギターだった。フロントだと結構ジャージーな、こういう音もするでしょ、これね。でリアにするとさっきみたいな音がする。そんな、まあ、数の音というか、もうハンバッカーのコンビネーションですね。もともとレスポールさん自身が、まあ、そのジャズ系のギタリストだったし、50年代これ出てきた頃っていわゆるそのクラプトンのような音っていうのはなかったわけですから、まあ、そういうジャズギターだったわけですよね。でしょうね。これだから今これまだ弦、それに比べれば細い弦の方で1149だから細いんだろうけど、今日ちょっとリクエストで1149それでも貼ってるんですけど、はい、まあ、でも当時の50年代のオリジナルで考えると、まあ1112とかなんですかね。で、クラプトンで1213とかだ、ね、が普通だったので1356とかだったんですかね。はい、まあ、11でもかなりあれかなとは思うんですけど、でも
この時代のレスポールってすごいテンションも緩いし、はい、あのそんなにこうフェンダーみたいなのとも違うんで、またそれが苦にならない、ね、そうですね、そんなに全然硬くない、これこんくらい、さっきのはそれこそピーター・グリーンのようなあの、はい、レモンドロップしたものですけど、これは結構チェリーがしっかり残ってて、で、もともとうちが仕入れる前に、海外で、出てたんですけど、あのこのバースト・ビリーバー2という本がありまして、この中に、出てる一本なんですね。当時シンディっていうなんか女性の名前がついててっていう、あのちょうどここにあのほくろのようなピックアップの上のところにちょうどこの節みたいなのがあるんで、綺麗だねこれね、あのなんか女優のシンディ・クロフォードさんってちょっと存じ上げないですけど、があのほくろがあるんで、なんかそれでシンディっていう名前をつけたみたいな。これはネックが少しなんか気持ち細いかなっていう、薄めですかね、ちょっと少し、うん、薄めで少しブライトな感じがしますね、トーンが、トーンがね、あの特にオーバードライブっていうか、ちょっとまあこう沈んだ時にこういうのが一緒かな、弦も同じだしアンプもねセッティング変えてないんで多分同じなんで、ちょっとだけブライト、まあ、あのどのギターでもそうかもしれないですけども、特にレスポールってあのそのネックのシェイプだとか重量だとかも含めて、あの一本一本こうキャラクターがあるのかなと思うんですけど ね、あとはやっぱあの弾く人によって今ちょっと力入っちゃってるのかな、力入ると 2回目力入ったかもしれないね、力入るとちょっとイヤッと音になったのかもしれない、こんくらいだとね、いい、甘いね、はい、やっぱりその弾き方にでこう出てくる音のキャラクターも、うん、やっぱりその表現できる、表現がすごく出るっていうのもレスポールのキャラクターなんですかね、はい、ですね、いいギターなんだね、それだけ当たり前ですけどね、はい、すごい、であのフェラーリって大変ですよあのでこあのさっきのフレットがリフレットされてたんですけど、これはオリジナルのフレットなんですよね。あ、そうなんですか。その感触とかって何かありますかね。こっちの方が細めですかね。ちょっと細いですね、うん、あの幅も細くて、こっちの方がジャージーな音、こういう音のがあの合うのかもね。
60年もあの前半までは、まあ、号泣レスポールの仕様を引き継ぐんですけど、途中からあのネックが薄くなったりとか、あと色味が変わるんですよね。その前までの塗料だと色がこうフェードしてあの抜けていくんですけど、この頃からその色が抜けにくい塗装になるんで、なんかトマトスープとか、なんかいろんな呼び方されたりするらしいんですけど、なんか独特の赤い感じですよね。でやっぱりネックのシェイプなんかもかなり違いますよね。ネック全然違いますね。これ皆さんに触ってもらいたいぐらい本当全然違う。これはこれがあのレスポール最終年、うん、あのこの後に SG にこう変わっていくというギターなんですけどね。どっちかというと SG のね、のあの最初のネックに近いんですよね、うん、はい。なるほど。これは多分すごくあのいろんな人に好かれるネックですかね。結構割とあのスッとこう太いのが苦手な人は、ね、あのそのさっきおっしゃったストラトとか、ね、うん、まあ、あのその後 SG とか335の60年代頭のネックとか、そうですね、かもしれない、うん、中にはエレキギター弾く人の中でレスポールが重いのが嫌だとか、あのネックがとか、あの、ね、そういう方もいると思うんですけど、うん、実際弾いてみるとそんなでもない。これ全然重くないですね、はい、うん、バランスがいいからね、すごく全然重くない。いやいや、ソリッドギターだったらこんなね、ギブソン系の他のもこんなですよ。まあ、これでもあの実際測ってみると 4.1 だから、まあ、4キロちょうどぐらい。テルキャスターでこの重さだったら捨てていきたいけどね。ね、テルキャスとかストラトでこれの重さ、やっぱレスポールのこの大きさとね、はい、このシェイプでグッとくるからいいんだけど、まあ、レスポールだと思って持てば、まあ、こんなもん。いやいや、じゃ全然重くないですこれは、うん、ちょっと最初のよりはモダンになった感じが、いろんなことね、できやすいっていうか、はい、これも多分フロントをいい音、あのオーバードライブさせないでもいい音しそうですね、このクリーンで、ね、すごく、はい、こんな感じのもね、いい音。この60年、このネックのシェイプだったりとか、このトーンだったり、うん、そうですね、ね、先ほどおっしゃってた、うん、そのブルース・ブレイカーズ、まあ、なんか聴いてっていうお話でしたけど、うん、まあ、実際クラプトンが弾いてたのがこんなタイプだったのかなと思うんですけど、ね、すごいですね。欧米でも特にアメリカのプレイヤー、イギリスもそうかな、あの僕の世代だとみんなやっぱりそれがベースになってますね、そういう、あの同じ世代、もうちょっと下の人でもね、60年代半ば後半ぐらいから、うん、の音楽自体がね、はい、そこでギターの革新っていうか、そのなんかギターのリボリューションがあって、革命がサウンドの、さっきのオーバードライブの話じゃないけど、でみんなその音楽もね、ホワイトブルースっていうか、はい、ブルーズロックになっていくんですね。やっぱそれにはすごいこのギターが関係してたのかなって今はすごい思うけど、あの改めて弾いてみて、うん、そうですね、まあ、今3本のギターを、うん、弾いていただきましたけれども、まあ、その3本それぞれ、まあ、違ったと思うんですけど、いかがですか、これだけこうどれも違 う、 いやいや、すごく、こんな機会なくてね、過去にもないし、そんなこんな3本贅沢にね、ギタリスト冥利に尽きるっていう、これは他の楽器の人じゃ全然これは味わえないね。古いベースだとか言ったってね、古いドラマー いるたらごめんなさいだけど、古いドラムだとか言ったってこのあれはないもんね、やっぱりこの良さっていうか、武田さんとかでもやっぱりそうなんですよ、ね、そうですよ、これ持ってても、もし所有してても表絶対持ち出さないね、やっぱそれは高価なもんですからね、やっぱり大変ですよこれ、ね、やっぱり、うん、外にこう持っていく、まあ、お仕事とか持ってのほかのものですかね。そうですね、やっぱりこう家に置いてこうね、コーヒー飲むっていう